皆様こんにちは。日曜のお昼は囲碁の時間。今日も結城聡のこれが世界の新感覚で一緒に楽しく勉強していきましょう。結城九段よろしくお願いします。よろしくお願いします。今月はミニ中国流をテーマにいろいろ教えていただいてますが、今日もまた新手が出てくるんですか？はい、今日は新手というよりはやはり新感覚ということで、はい、今までの常識と反対の評価が出た布石ご紹介したいと思います。その布石は今まで頻繁に出てきた布石だったんですか？頻繁とか今まで全然もう黒がいいと思って出てこなかったんですけど、はいはい、逆に評価が逆になって、はい、今度は白がの方がいいという評価に、はい、それまた不思議なことですね。そうですね、はい、またちょっと今回合宿のことをお伺いしたいんですけれども、はい、結城九段は日本でも合宿に参加されていると伺いましたが、はいはい、僕は藤沢秀行先生の合宿に大前から行ってますけど、はいはい、どういった内容の合宿なんですか？まあ碁を打って、まあ、それを秀行先生に見てもらうという形で、で、まあ、夜は各自早く打ったりとか。でも主にやっぱ実践をメインとした合宿なんですね。そうですね、はい。私韓国の合宿に参加したことがあるんですが、はい、やはりそちらも実践が多いんですけども、はい、ただ午後になると寄せや詰碁の勉強を多くするんです。はい、ちょっとまた日本と韓国そうです、ね、違いがありますね。はい、日本は、ね、どうしても布石とかの勉強が多いんですけど、ね、韓国ですとそういう勝敗に直結する、ね、寄せとか詰碁、はい、頑張った、そっちの方をメインに勉強してるです、ね、はい、それぞれのお国柄が出てますね。一体では今日のまた講座の内容もそれぞれ国柄がまたちょっと出てるかもしれませんね。はい、では今日もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。早速講座に参りましょう。今月のテーマはミニ中国流進化論、そして今週は逆転した価値観でお届けします。今日は逆転した価値観というテーマですけども、はい、本当に真反対に逆転してしまったんですか？そうですね、はい、今のところそうなってます。また今後どうなるか分かりませんよ、それは。はいはい、では一体どんな形だったんでしょうか？はい、やはりミニ中国流が出てくる形ですか？そうですね、はい、やはり出てきましたね、はい、ミニ中国流。先週まではねこれ欲しいだったんですが、今回小目で、はいはい、まあ、この形に対しまして、まあ、こう一見高かりなんですが、実はこの手はねこの一見引くバサミがぴったりということで、あまり打たれない手だったんですね。これは日本でそれとも世界各国で、はい、いや日本でも世界でもあまり見られなかったんですが、だからまあ、はい、こうとかね割り打ちとかが多かったんですが、歩兵然とこの絶好のハサミを許して、このハサミが絶好というのは、はいはい、これは跳ね出しの定石ですか？よく実戦に出てくる形ですね。上付きですね、はい、ちょっと手順は長いですけども、ほぼ一本道の二目が危ないので、はい、黒は助けに行きます。はい、まあ、ここで、まあ、こう打つんですけど、まあ、これね、まあ、こうなった形はそのだいたいもう特に日本では黒の方がいいということで、はい、白はあまり打たなかったんですね。白が打つ場合は主張関係があって、まあこう曲げる手がある場合打ったんですが、まあどういう主張かというとこう継いでこれこう取りに行って、はい、2手になってしまいました。この主張関係なんです。ただこの場合はこれこのかかりに当たりまして黒がいいんですね。斜めにするとちょうど黒がいますね。はい、この曲がりは成立しないんですよ。でも仕方なく先ほどの定石になりまして、この定石自体も黒がいいと、はいはい、しかもその上に配置がねなんか黒絶好に見えますね。なんかそうですね、なんかこちらの幅も広いし、はい、こちらもなんだか雄大ですよね。雄大に見えますね。だからこれはもうはけて考えもしなかった図なんですね。それまで結城九段ももうこれは黒がいいと、はい、はい、いいと、はい、なんか最初これ世界戦で見た時びっくりしましたけど、こんな形打っていいのかと、はい、はい、そこでこう平然とねこう打ったんですけど、普通ねこれ幅でいうとこっちよりこっちの方が広いですから、はい、こっちに入る。そうですね、なんかついてこっちの方がより行きやすく見えますけども、はい、これもね一時期打たれたそうですが、まあこういう手はねこう開いて、これはいかがですか？はい、はい、これもねちょっと白もねあんまりこれに近づきたくないんですよ。
この黒強いですからあのね、はい、厚みに近わってしまってるんですね、はい、まあ、ここも受ける手で他にもねこう打つ手とかいろいろあるんですけど、白もこっちへ入っていくのはちょっといまいちということで、普通にこちらに、はい、ただこれも狭いところに入っていくので、はい、で黒いい幅に見えますよね。そうですね、はい、でよく見かける、はい、普通の定石はこう突き引いて、はい、これ一番ポピュラーな定石ですね。これ飛んでいくんです ね、なんだかどんどん攻められていってますね、はい、これがね、定石なんですけど、あ、これ単につなぐのではちょっと攻められるので、はい、先につけていって、これ本当によく見かける形です、はいはい、これですとね黒もね、まあ、こういう風に広げていくとか、はい、これちょっとここら辺守りですか、はい、まあね、あの万波さんはこういう風にしたいということ。そうですね、はい、はい、ちなみにちょっとここの出口はどうなってるんですか。ここはまあこの切りがありますので、そうきてもまあ今ならこうやれば白切られてしまうので、ではここは止まってるということなんですね、はい、はい、私はこう打ちたいんですけども、これで、まあ、この形ですね、黒も十分打てると思うんですよ、はい、だから白はこれは踏まえていて、ただ他にではいい手があるということですか、はい、声をつけまして、これを押さえですね、はい、これも押さえですね、はい、でこの引きではなくここ切り違えて、はい、これはね新手ではないんですよ。あの中国流の時はよくあるさばきの手筋だったんですが、はい、はい、これはあえてこの配置の時にこう打ったっていうのが新感覚ですね。あ、はい、ではこれでこの今までの形黒がいいとされたのが一気に白がいいと評価傾いたんですか、はい、そうなんですよ、はい、まあ、まず今までの感じですと、まあ、こう引いて、そうです、切り違い一方の秒ですね、はい、これなんか黒もうまく外回りになりました、はい、これでね、まあ、一見この幅が良くて、うん、黒はいいだろうと僕も思ったし誰しもそう思ったんですが、白はこう冷静にここへ切って、はい、白はこう無理に入っていかないのがですね、もうどうぞ地にしたければどうぞと、はい、焼き餅はよく、もう焼き餅はいけないんですよ、もう入っていくと負けになるんですけど、なんかついて幅広いので、はい、焼き餅、これがありました、すみません、これじゃ、はい、ね、はい、焼き餅焼きたくなりますが、はい、もう平然と、はい、まあ、例えば受ければで白もどんどんね、こう黒も地あるけど白もあのね意味いっぱいで、はい、はい、実はこれね白の立場で試しに研究家で打ってみたことがあるんですが、ユース九段も、はい、はい、でどうも打ってみたら確か白の方が打ちやすいなと、あの対局相手とも意見が一致しました。不思議ですね、なんかこちら、はい、幅が結構あるように見えるんですけど、はい、だから考え方の違い、幅が広いんじゃなくて凝り形と見るんですね、この厚みがダブって、はい、あ、そうですね、こっち厚み、さらにこっちも厚みですね、はい、ちょっとこれだと黒の石があんまり効率が良くないと、はい、どうもこの形は白の方が打ちやすいようですね、はい、ではこの突き切りでも一気に評価が変わったんですね、はい、まあ、そこで黒もね、こう地にしにくいのは良くないということで勢いを打ちまして、はい、これでこう当たりに下がっていくのか、うん、これは疲れてね、さっきはこういう形でしたから、これは随分違いますので、そうですね、黒の形綺麗ですね、この手はないですね、だからこう当て返すって、はい、でポンとして、あ、これはまた新たな戦いですね、はい、ここでこう繋いでいくのを、はい、継ぐのはね、ちょっとね継がれてちょっとこれ持て余すんですよ、はい、そこでこう当てて結構こうね争いながら攻めていくという形が、これが一時期中国韓国ですごく流行ったんですね、はい、これ実践例もあるみたいですね、はい、もうたくさんありますね、はい、一つ実践例紹介していただけますか。そうですね、これでまあこの声こうでした、これはどなたの碁でしょうか、ユッチャンホー、なんと上皇九段、はい、韓国と中国のトップ棋士ですね、はい、そうですね、でこれで抜きまして、で、うん、これがね、まあ孫皇だけど、まあいい小立てなんですね、はい、損も少ない小立て、でこれで黒は他に小材が見当たるので、はい、こちらに小材行ったんですね、はい、黒がイーチャンホークなんですね、はい、これでもこうやってしまったね、はい、立ち上皇九段も突き抜いてしまいました、はい、これで結局黒はこう手抜かれたんだから、本来ならこう継いで、はい、これこうなんかね御用といかないとおかしいんですが、そうですね、ここで大損してますので、はい、これがどうもそのなかなか捕まらないんですよ、意外と、あ、うん、これはあんまりこう攻めようと思っても結構隙間がいっぱい空いてますし、隙間がある上に利き筋がね
まあ、例えばこういうふうに見てくると隅の黒髪がなくなるし、スペースがないですね、はい、意外とね持て余しするんですね、まあ、こういう実践でもあるんですけど、どうも黒がうまくいかないようで、ではここにこう反発していくのもあまりうまくいかない、はい、では本当にこの付け切りがすごくいい手なんですね、はい、そうですね、ではあのこの新手というあの、はい、この感覚というのは、はい、この形自体今まであったんですけど、はい、組み合わせがそうで、この、はい、この組み合わせが白にとって、はい、あの絶好というかね、はい、でもなかなか思いつかないですよね、はい、この石が潜り込んでいくというのはそうなんね、結局、まあ、もうここはもう右辺は基本的に荒らさなくてどうぞ地にさせてあげますというね、はい、そういう考え方が大切ですね、はい、では黒としてはちょっと、はい、対抗手段が見当たらないですね、まあ、そこでねちょっとケイマがちょっと甘いということでここへつける手も結構打たれたんですよ、あ、これあの、はい、見たことあります、これ跳ねるんですよね、はい、跳ねますとこう引きました、はい、こういう定石あの、はい、最初の頃によく勉強しました、はい、これはいかがですか、でこうですか、はい、はい、まあ、これはですねあの黒は地を取ってあとここはいいところね開いてますよね、はい、だこの白まだこれなんか不安定で、はい、これは黒が不満がない結果ですね、あ、ではこのツケは結構有力ということですか、有力に見えるんですよ、はい、結構でまあねの、まあ、ついでもねこう跳ねる手もあるしこう打っても、はい、まあ、どっちもですよ、結構いいとこ待ってますから、そうですね、こう打ってもこう、はい、こっちの門もどんどん広がっていきますからね、はい、だそこで白は跳ねないで跳ねないでどうするかなんですが、普通跳ねないならここへつける手があの、はい、常識なんですが、これはこうやって、はい、この場合ここに石がいますのでこっちから切って、これは当たりです、はい、伸びですね、こう打ってしまえばね、これ実はこれなくてもあるぐらいなのに、さらに石がこうあると、ね、これはもう白苦戦ですね、これも頑張って跳ね出してみますけども、はい、こうやって切りありますので、うん、まあ、つなぎですか、はい、まあ、どう打ってもねこう、うん、ちょっと白線ですねこれ、はい、はい、ではちょっと白としてはどうしましょう、はい、ここでね、はい、ここでまた頭を柔らかくして羽でもつけでもない場合の手がありまして、はい、どういった手かしら、ここへぶつかるという二目の頭に自らぶつかるんですか、はい、これ普通は良くないんで、これ筋張りで、そうですね、はい、これはあの筋張りでありますから、はいはい、とても黒の形はいい形に見えますけど、ね、うん、この頭跳ねられて、まあ、普通は良くないんですが、ただこの場合はこう収まっておけば、はい、まあ、もしつけばなんかねちょっと分かりますけど、結局白としてはさっき考え方としてはやっぱりもう隅で生きて、あとまあ右辺はねもう基本的に囲わせると、間違ってもこれ焼き餅やってこんなとこ入っていくともう逆に一気に負けてしまう、あ、これとこ入っちゃっちゃいけないんですね、入っちゃいけない、はい、もうここはどうぞ辞任してください、はい、その代わり私も他ありますよと白としてはね、はい、そういうのではあのこの場合の新感覚というのは厚みを囲わせてしまうというのが新たな世界の新感覚、はい、そうなんですね、でもなかなかこういった思い切った手というのは思いつかないですよね、はい、では一応先に戻りまして、はい、この布石自体が、はい、もう結局そうですね、結局どうも黒の勝率が悪いと言いますか、不思議な形ですね、だからそこでまあねと戻りまして、はい、最近のまあ、まあ一つ、まあ、こう打った時にまあ主張良ければほとんど跳ね出してたのが、最近はもうあえて力跳ねて、ええ、うん、そうこういう手がね最近の流行ですね、世界で、はいはい、ではもう跳ね出してあえてあの形持っていかないのが、はい、あるいはもう最初に挟み方がねこれではなくてこうとかね、これが一番多いですかね、これの一例はどういった形になるんですか、はい、まあこうで、はい、あ、これは二間高ばさみの定石ですね、はい、まあこれね、はい、でもこれまた切っていってちょっと手数が長くなるんですけど、このね主張あたりを兼ねた攻防がこれ実は最近一番流行ってる形で、あ、一番流行ってる形なんですか、はい、これはまだまだね結論が出ないんですけど、はい、あ、では
黒としてはもう一見低くハサミがちょっと減ってますね、うん、はい。でもこういったあのどんどん新しい手が出ていくことで変わっていく布石というのはよくあるんですか？そうですね、はい、やはりこういうふうにもう世界の方でもいろんなあの、はい、柔軟な考え方が多いんですね、はい、ではちょっともう一度、はい、はい、結局、ま、戻りまして、この形のポイントは、ま、こう打って、はい、こう打った時に、はい、こうつけてから、はい、ここにつけていく、 そして切っていく、はい、これで、まあ、もう一度並びますと、はい、こうなって、あ、すいません、もうどうぞ陣してくださいと、はい、ええ、これがおすすめの、では白としては今度はこれで打っていただきたいと、そういうことですね、いうことですね、はい、でも本当に世界はどん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 感覚が変わっているようです。皆様これからも一緒に勉強していきましょう。ゆうき九段どうもありがとうございました。今日の講座の内容は囲碁講座テキスト11月号に詳しく載っています。ぜひこちらもご覧の上また復習なさってください。また12月号も好評発売中です。ぜひ次回の予習にお役立てください。続いて詰碁のコーナーです。今週の出題です。黒線白し一手だけ5分で2級の問題です。結城九段ヒントをお願いします、はい、手順に気をつけて無条件で白を取ってください。回答の締め切りは11月21日水曜日、正解発表は12月2日のこの時間に行います。回答の送り先は郵便番号 150-8001 NHK 囲碁の時間係まで、たくさんのご応募お待ちしております。続いて前々回の回答です。11月4日出題、黒線白し一手だけ5分で2段の問題でした。この形は黒5子と白5子が攻め合っているんですが、目やり目なしを狙って C の位置に下がるのが急所で正解です。これ、まあ、白がまあ詰めるとすればなこうなってですが、これも欲張って手抜きも可能です。手を抜いてしまってもいいんですか、はい、まあ、どうなってるかダメを詰めてみましょう。はい、こうなりますと白を打っても先に白が取られますから、結構1と打った時点でもう黒が2手勝ってるということですね、はい、不思議ですね。典型的な、はい、見やり見なしでこの打ちダメを詰めていかないといけないのが白の辛いところです。これね、こちらへ打っても同じように見えるんですが、 これはいかがですか、はい、今度はこっちにあればよかったね。こっちにあるもんですから放り込まれて、これこうですね、はい、はい、だからはい、でも同じ目を作るにしても初手ね、この C の位置、これ打つのが急所で正解でした。結城九段どうもありがとうございました。今日は、逆転した価値観をお届けしました。次回の内容を教えてください、はい、ワンポイントクリニック、さまざまな棋力の方の棋譜を見ていきましょう。はい、ぜひ皆様そちらもご覧になって、ますますの棋力アップにお役立てください。どうぞ次回もお楽しみに。さようなら。二目が危ないので黒は助けに行きます、はい、まあ、ここでまあこう打つんですけど、まあ、これね、まあ、こうなった形はその大体もう特に日本では黒の方がいいということで、はい、白はあまり打たなかったんですね、白が打つ場合は主張関係があって、まあ、こう曲げる手がある場合打ったんですが、まあ、どうしようかというとこうついでこれこう取りに行って、はい、
手になってしまいました、はい、この主張関係なんです。ただこの場合はこれこのカカリに当たりまして黒がいいんですね。斜めにするとちょうど黒がいますね、はい、この曲がりは成立しないんですよ。でも、仕方なく先ほどの定石になりまして、はい、この定石自体も黒がいいと、はいはい、しかもその上に配置がねなんか黒絶好に見えますね。なんかそうですね、なんかこちらの幅も広いし、はい、こちらもなんだか雄大ですよね。雄大に見えますね。だからこれはもうはっきり考えもしなかった図なんですね。それまで結城九段ももうこれは黒がいいと、はい、はい、いいと、はい、なんか最初これ世界戦で見た時びっくりしましたけどこんな形打っていいのかと、はい、はい、そこでこう平然とね打ったんですけど普通ねこれ幅でいうとこっちよりこっちの方が広いですから、はい、こっちに入る。そうですね、なんかついてこっちの方がより行きやすく見えますけども、はい、これもね一時期打たれたそうですが、まあ、こういう手はねこう広げてこれはいかがですか。はい、はい、これもねちょっと白もねあんまりこれに近づきたくないんですよ。この黒強いですからあのねはい厚みに近寄ってしまってるんですね、はい、まあこの受ける手で、ね、他にもねこう打つ手とかいろいろあるんですけど白もこっちへ入っていくのはちょっといまいちということで普通にこうこちらに、はい、ただこれも狭いところに入っていくので、はい、で黒いい幅に見えますよね。そうですね、はい、はい、焼き餅はもう焼き餅はいけないんですよ。もう入っていくと負けになるんですけどなんかついて幅広いので、はい、焼き餅これがありました。すみません、これじゃ、ね、はい、焼き餅焼きたくなりますが、はい、これ冷静にも、はい、まあ、例えば受ければで白もどんどんねこう黒も地あるけど白もあのね意味いっぱいで、はい、はい、実はこれね白の立場で試しに研究会で打ってみたことがあるんですが結城九段も、はい、はい、でどうも打ってみたら確か白の方が打ちやすいなとあの対局相手とも意見が一致しました。不思議ですね、なんかこちら、はい、幅が結構あるに見えるんですけど、はい、だから考え方の違い幅が広いんじゃなくて凝り形と見るんですね。この厚みがダブって、はい、あ、そうですね、こっち厚みさらにこっちも厚みですね、はい、ちょっとこれだと黒の石があんまり効率が良くないと、はい、どうもこの形は白の方が打ちやすいようですね。はい、ではこの突き切りでも一気に評価が変わったんですね、はい、まあ、そこで黒もねこう地にしに行くのは良くないということで勢いを打ちまして、はい、これでこう当たりに下がっていくのが、うん、これは疲れてね、さっきはこういう形でしたからこれは随分違いますので、そうですね、黒の形綺麗ですね。この手はないですね、だからこう当て返すって、はい、でポンとしてこれはまた新たな戦いですね、はい、ここでこう繋いでいくのを、はい、繋ぐのはねちょっとね継がれてちょっとこれ持て余すんですよ、はい、そこでこう当てて結構こうね争いながら攻めていくという形がこれが一時期中国韓国ですごく流行ったんですね、はい、これ実戦例もあるみたいですね、はい、もうたくさんありますね、はい、一つ実戦例紹介していただけますか。そうですね、これでまあこの声こうでしたこれはどなたの碁でしょうか。イーチャンホーなんと上皇九段、はい、韓国と中国の、はい、トップ棋士ですね。そうですね、でこれで抜きましてで、うん、これがねまあ損コウだけどまあいいコウ立てなんですね、はい、うん、損も少ないコウ立てでこれでよく見かける、はい、普通の定石はこう突き引いて、はい、これ一番ポピュラーな定石ですね。これ飛んでいくんです ね、なんだかどんどん攻められていってますね、はい、これがね、まあ、定石なんですけど、あ、これ単につなぐのではちょっと攻められるので先につけていって、はい、これ本当によく見かける形です、はいはい、これですとね黒もねまあこういうふうに広げていくとか、はい、これちょっとここら辺守りですか、はい、まあね、あの万波さんはこういうふうにしたいというそうですね、はい、はい、ちなみにちょっとここの出口はどうなってるんですか。ここはまあこの切りがありますのでそうきてもまあ今ならこうやれば白切られてしまうので、ではここは止まってるということなんですね、はい、はい、私はこう打ちたいんですけどもこれで、まあ、この形ですね黒も十分打てると思うんですよ、はい、だから白はこれは踏まえていて、ただ他にではいい手があるということですか、はい、声をつけましてこれ押さえですね、はい、これも押さえですね、はい、でこの引きではなくこう切り違えて、はい、これはね新手ではないんですよ。あの中国流の時はよくあるさばきの手筋だったんですが、はい、はい、これはあえてこの配置の時にこう打ったっていうのが新感覚ですね。あ、はい、ではこれでこの今までの形黒がいいとされたのが一気に白がいいと評価傾いたんですか、はい、そうなんですよ、はい、まあ、まず
今までの感じですと、まあ、こう引いて、そうです、切り違い一本の秒ですね、はい、これなんか黒もうまく外回りになりました、はい、これでね、まあ、一見この幅が良くて、うん、黒はいいだろうと僕も思ったし誰しもそう思ったんですが、白をこう冷静にここで切って、はい、白にこう無理に入っていかないのがですね、もうどうぞ地にしたければどうぞと。皆様こんにちは。日曜のお昼は囲碁の時間。今日も結城聡のこれが世界の新感覚で一緒に楽しく勉強していきましょう。結城九段よろしくお願いします。よろしくお願いします。今月はミニ中国流をテーマにいろいろ教えていただいてますが、今日また新手が出てくるんですか？はい、今日は新手というよりはやはり新感覚ということで、はい、今までの常識と反対の評価が出た布石ご紹介したいと思います。その布石は今まで頻繁に出てきた布石だったんですか？頻繁とか今まで全然もう黒がいいと思って出てこなかったんですけど、はいはい、逆に評価が逆になって、はい、あ、今度は白がの方がいいという評価に、はい、それまた不思議なことですね。そうですね、はい、またちょっと今回合宿のことをお伺いしたいんですけれども、はい、結城九段は日本でも合宿に参加されていると伺いましたが、はいはい、僕は藤沢秀行先生の合宿に大前から行ってますけど、はいはい、どういった内容の合宿なんですか？まあ碁を打って、まあ、それを秀行先生に見てもらうという形で、で、まあ、夜はまあ各自早く打ったりとか。でも主にやっぱ実践をメインとした合宿なんですね。私韓国の合宿に参加したことがあるんですが、はい、やはりそちらも実践が多いんですけども、はい、ただ午後になると寄せや詰め碁の勉強を多くするんです、はい、ちょっとまた日本と韓国そうです、ね、違いがありますね、はい、日本は、ね、どうしても布石とかの勉強が多いんですけど、ね、韓国ですとそういう勝敗に直結する、ね、寄せとか詰め碁、はい、頑張った、そっちの方をメインに勉強してるです、ね、はい、それぞれのお国柄が出てますね。一体では今日のまた講座の内容もそれぞれ国柄がまたちょっと出てるかもしれませんね、はい、では今日もよろしくお願いいたしま す,、はい、お願いします。早速講座に参りましょう。今月のテーマはミニ中国流進化論、そして今週は逆転した価値観でお届けします。今日は逆転した価値観というテーマですけども、はい、本当に反対に逆転してしまったんですか？そうですね、はい、今のところそうなってます。また今後どうなるか分かりませんよ、それは、はいはい、では一体どんな形だったんでしょうか、はい、やはりミニ中国流が出てくる形ですか？そうですね、はいはい、やはり出てきましたね、はい、ミニ中国流、まあ、先週まではねこれ欲しいだったんですが今回小目で、はいはい、まあ、この形に対しまして、まあ、こう一見高かりなんですが、実はこの手はねこの一見引くバサミがぴったりということで、あまり打たれない手だったんですね。あ、これは日本でそれとも世界各国で、はい、いや日本でも世界でもあまり見られなかったんですが、だからまあ、はい、こうとかね割り打ちとかが多かったんですが、こう平然とこの絶好のハサミを許して、このハサミが絶好というのは、はいはい、これが跳ね出しの定石ですか？よく実戦に出てくる形ですね。上付きですね、はい、ちょっと手順は長いですけども、ほぼ仕方なく先ほどの定石になりまして、はい、この定石自体も黒がいいと、はいはい、しかもその上に配置がねなんか黒絶好に見えますね。なんかそうですね、なんかこちらの幅も広いし、はい、こちらもなんだか雄大ですよね。雄大に見えますね。だからこれはもうはっきり考えもしなかった図なんですね。それまで結城九段もうこれは黒がいいと、はい、いいと、はい、なんか最初これ世界戦で見た時びっくりしましたけど、こんな形打っていいのかと、はい、はい、そこでこう平然とねこう打ったんですけど、普通ねこれ幅で言うとこっちよりこっちの方が広いですから、
はい、こっちに入る。そうですね、なんかついてこっちの方がより行きやすく見えますけども、はい、これもね一時期打たれたものですが、まあこういう手はねこう開いて、これはいかがですか。はい、はい、これもねちょっと白もねあんまりこれに近づきたくないんですよ。この黒強いですから、あのね、はい、厚みに近ってしまってるんですね、はい、まあこの受ける手で、ね、他にもねこう打つ手とかいろいろあるんですけど、だ白もこっちへ入っていくのはちょっといまいちということで、普通にこう、こちらに、はい、ただこれも狭いところに入っていくので、はい、で黒いい幅に見えますよね。そうですね、はい、でよく見かける、はい、普通の定石はこう突き引いて、はい、これ一番ポピュラーな定石ですね。これ飛んでいくんです ね、はい、なんだかどんどん攻められていってますね、はい、これがね、まあ、定石なんですけど、これ単につなぐのではちょっと攻められるので、はい、先につけていって、これ本当によく見かける形です、はいはい、これですとね黒もね、まあこういうふうに広げていくとか、はい、これちょっとここら辺守りですか、うん、まあね、あの万波さんはこういうふうにしたいという、そうですね、はい、はい、ちなみにちょっとここの出口はどうなってるんですか。ここはまあこの切りがありますので、そうきてもまあ今ならこうやれば白切られてしまうので、ではここは止まってるということなんですね。はい、はい、私はこう打ちたいんですけども、これで、まあ、この形ですね黒も十分打てると思うんですよ、はい、だから白はこれは踏まっていて、ただ他にではいい手があるということですか、はい、声をつけまして、これ押さえですね、はい、これも押さえですね、はい、でこの引きではなくここ切り違えて、これはね新手ではないんですよ。あの中国流の時はよくあるさばきの手筋だったんですが、はい、はい、これはあえてこの配置の時にこう打ったっていうのが新感覚ですね。あ、はい、ではこれでこの今までの形黒がいいとされたのが一気に白がいいと評価傾いたんですか。はい、そうなんですよ、はい、まあ、まず今までの感じですと、まあ、こう引いて、そうです、切り違い一方の秒ですね、はい、これなんか黒もうまく外回りになりました、はい、これでね、まあ、一見この幅が良くて、うん、黒はいいだろうと僕も思ったし誰しもそう思ったんですが、白はこう冷静にここへ切って、はい、白はこう無理に入っていかないのがですね、もうどうぞ地にしたければどうぞと、はい、やきもちはよく、もうやきもちはいけないんです、もう入っていくと負けになるんですけど、なんかついて幅広いので、ね、はい、あ、そうです、これがありました、すみません、これじゃ、はい、ね、はい、やきもちはきたくなりますが、はい、もう平然と、はい、まあ、例えば受ければで白もどんどんねこう黒も陣あるけど白もあのね意味いっぱいで、はい、実はこれね白の立場で試しに研究会で打ってみたことがあるんですが、ゆうつ九段も、はい、はい、でどうも打ってみたら確か白の方が打ちやすいなと、あの対局相手とも意見が一致しました、ね、不思議ですね、なんかこちら幅が結構あるに見えるんですけど、はい、だから考え方の違い、幅が広いんじゃなくて凝り形と見るんですね、この厚みがダブって、はい、あ、そうですね、こっち厚み、さらにこっちも厚みですね、はい、ちょっとこれだと黒の石があまり効率が良くないと、はい、どうもこの形は白の方が打ちやすいようですね、はい、ではこの突き切りでも一気に評価が変わったんですね、はい、まあ、そこで黒もねこう地にしに行くのは良くないということで勢いを打ちまして、はい、これでこう当たりで下がっていくのが、うん、これは突かれてね、さっきはこういう形でしたから、これは随分違いますので、そうですね、黒の形この手は綺麗ですね、ないですね、だからこう当て返すって、はい、でポンとして、これはまた新たな戦いですね、はい、ここでこうつないでいくのを、はい、つぐのはねちょっとねつがれてちょっとこれ持て余すんですよ、はい、そこでこう当てて結構こうね争いながら攻めていくという形が、これが一時期中国韓国ですごく流行ったんですね、はい、これ実践例もあるみたいですね、はい、もうたくさんありますね、はい、一つ実践例紹介していただけますか。そうですね、これでまあ声 こうでした。どなたの碁でしょうか。ちゃん子、そう、ちゃん子、なんと上皇九段、はい、韓国と中国のトップ棋士ですね、はい、そうですね、でこれで抜きまして、で、うん、これがね、まあ、孫皇だけど、まあ、いい子立てなんですね、はい、まあ、孫も少ない子立て、でこれで黒は他に子材が見当たらない、こちらに子材行ったんですね、はい、黒はいいちゃん子九段ですね、はい、これでもこうやってしまったね、はい、中国の上国団も突き抜いてしまいました、はい、これで結局黒はこう手抜かれたんだから、本来ならこう継いで、はい、
これこう中に御用といかないとおかしいんですが、そうですね、はい、ここで大損してますので、はい、これがどうもそのなかなか捕まらないんです意外と。あ、うん、これはあまりこう攻めようと思っても結構隙間がいっぱい空いてますし、隙間がある上に利き筋がね、まあ、例えばこういうふうに似てくると隅の黒髪がなくなるし、スペースがないですね、はい、意外とね持て余しするんですね、まあ、こういう実践でもあるんですけど、どうも黒がうまくいかないようで、ではここにこう反発していくのもあまりうまくいかない、はい、では本当にこの付け切りがすごくいい手なんですね、はい、そうですね、はい、ではあのこの新手というあの、はい、この感覚というのは、はい、この形自体今まであったんですけど、はい、組み合わせが、ま、そうで、この、はい、この組み合わせが白にとって、はい、絶好というかね、はい、でもなかなか思いつかないですよね、はい、石が潜り込んでいくというのは。そうね、結局、まあ、もうここはもう右辺は基本的に荒らさなくてどうぞ地にさせてあげますというね、はい、そういう考え方が大切ですね、はい、でも黒としてはちょっと対抗手段が見当たらないですね、はい、まあ、そこでねちょっと桂馬がちょっと甘いということで声つける手も結構打たれたんですよ。あ、これあの、はい、見たことあります、これ跳ねるんですよね、跳ねますとこう引きました。こういう定石あの、はい、最初の頃によく勉強しました、はい、これはいかがですか。でこうですか、はい、はい、まあ、これはですねあの黒は地を取って、あとここはいいと、あ、頑張った、そっちの方をメインに勉強してるです、ね、はい、それぞれのお国柄が出てますね。一体では今日のまた講座の内容もそれぞれ国柄がまたちょっと出てるかもしれませんね、はい、では今日もよろしくお願いいたします。早速講座に参りましょう。今月のテーマはミニ中国流進化論、そして今週は逆転した価値観でお届けします。今日は逆転した価値観というテーマですけども、はい、本当に真反対に逆転してしまったんですか。そうですね、はい、今のところそうなってます。また今後どうなるか分かりませんよそれ、はいはい、では一体どんな形だったんでしょうか、はい、やはりミニ中国流が出てくる形ですか。そうですね、はいはい、やはり出てきましたね、はい、ミニ中国流、まあ、先週まではねこれ欲しいだったんですが今回小目で、はいはい、まあ、この形に対しまして、まあ、こう一見高がりなんですが、実はこの手はねこの一見引くバサミがぴったりということであまり打たれない手だったんですね。あ、これはの日本でそれとも世界各国で、はい、いや日本でも世界でもあまり見られなかったんですが、だからまあ、はい、こうとかね割り打ちとかが多かったんですが、歩兵伝統この絶好のハサミを許して、このハサミが絶好というのは、はいはい、これは跳ね出しの定石ですか。よくあの実際に出てくる形ですね、 ですね、はい、ちょっと手順は長いですけどもほぼ一本道の二目が危ないので、はい、黒は助けに行きます、はい、まあ、ここでまあこう打つんですけど、まあ、これね、まあ、こうなった形はその大体もう特に日本では黒の方がいいということで、はい、白はあまり打たなかったんですね、白が打つ場合は主張関係があって、まあ、こう曲げる手がある場合打ったんですが、まあ、どういう主張かというとこうついでこれこう取りに行って、はい、あ、2手になってしまいました、はい、この主張関係なんです。ただこの場合はこれこのかかりに当たりまして黒がいいんですね。斜めにするとちょうど黒がいますね、はい、この曲がりは成立しないんですよ。でもこんにちは、日曜のお昼は囲碁の時間、今日も結城聡のこれが世界の新感覚で一緒に楽しく勉強していきましょう。結城九段よろしくお願いします。よろしくお願いします。今月はミニ中国流をテーマにいろいろ
教えていただいてますが、今日もまた新手が出てくるんですか？はい、今日は新手というよりはやはり新感覚ということで、はい、今までの常識と反対の評価が出た布石を紹介したいと思います。その布石は今まで頻繁に出てきた布石だったんですか？頻繁とか今まで全然もう黒がいいと思って出てこなかったんですけど、はいはい、逆に評価が逆になって、はい、あ、今度は白がの方がいいという評価に、はい、それまた不思議なことですね。そうですね、はい、またちょっと今回合宿のことをお伺いしたいんですけれども、はい、結城九段は日本でも合宿に参加されていると伺いましたが、はいはい、僕は藤沢秀行先生の合宿に大前から行ってますけど、はいはい、どういった内容の合宿なんですか？まあ碁を打って、まあ、それを秀行先生に見てもらうという形で、で、まあ、夜は各自早く打ったりとか、でも主にやっぱ実践をメインとした合宿なんですね。そうですね、はい、私韓国の合宿に参加したことがあるんですが、はい、やはりそちらも実践が多いんですけども、はい、ただ午後になると寄せや詰碁の勉強を多くするんです。はい、ちょっとまた日本と韓国違いがありますね。はい、日本は、ね、どうしても布石とかの勉強が多いんですけど、ね、韓国ですとそういう勝敗に直結する、ね、寄せとか詰碁